続いて、KI さんからいただきました。数年前に告白して振られた人に最近、年を取って女性は顔でないと気づいたと言って告白されました。失礼なやつだな、これはな。恋人の容姿への、満足度が低いカップルもうまくいけますかってことなんですが、容姿に関してはね、まあもちろん高いに越したことはないですが、実際長期的な関係になってくるとね、容姿はあんまり関係ないです。例えば学生に対した研究とかをですね、見てみると、男女がね、半々ぐらいの大学のクラスをですね、用意しまして、そこで全員にですね、顔写真と名前が入ったリストを配るんですよ。で、配って、誰が一番魅力的だと思いますか、誰に一番魅力を感じますかってことをですね、チェックして投票してもらうんですよ。で、こうすると、やっぱりね、男性はイケメンに、女性はですね、美女に票が集中しました。最初の頃はね。ところがこれを定期的にやっていくと、なんと3ヶ月を過ぎたあたりでですね、票がですね、綺麗にばらけるんですよ。つまり今までは一部のイケメンと一部の美女にみんなの魅力の票が集中していたのが、3ヶ月を過ぎるとですね、これがばらけていくんですよ。どういうことかっていうと、みんな自分と性格が合う人とか、自分との人間関係とかをベースに魅力がある人、魅力的な人っていうのをですね、投票するようになったから、だからイケメンとか美女っていうのは最初の3ヶ月は有利ですが、それ以降とか長期的な関係になった場合にはそんなに関係ないんじゃないのっていうのが、現在の科学的な特徴です。で、実際に例えば男性とかだったら一番ですね、モテる特徴っていうのはですね、男性の場合はユーモアと親切さっていうことがですね、言われてますんで、まあ、両方ともですね、性格とか外見とかとは関係ないですよねっていうことがあったりとかするので、ぜひですね、そこに関しては別に問題ないと思います。だからお互いに分かってるんだったら別に問題ないと思うので、チャレンジしてみる価値はあると思います。見た目だけではないと思いますよ。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。